田、長友ら海外組は疲れを考慮してベンチスタート。中盤の右には代表初選出の西、そして3トップの一角には代表初先発ベガルタの関口。ザックジャパンは国際 A マッチで初の3バックでこの一戦に臨みます。多くの海外組主力を温存し、世界ランク54位ペルーとの一戦に臨んだ日本。試合前、去年 A マッチ100試合出場を果たした遠藤保仁が表彰を受けます。序盤からペースをつかんだのは日本。前半16分、遠藤から関口、23分再び遠藤のフリーキックから長谷部がミドルシュート。しかし得点には至らず、すると一瞬の隙を突かれヒヤリとする場面。川島のファインセーブで難を逃れ前半を折り返します。親善試合とはいえ、9月のワールドカップ予選に向けた大事な一戦。ザッケローニ監督は後半から本田を投入、システムを4バックに戻すと、ここからリズムが生まれます。後半9分、遠藤の突破から前田がフリーキックを獲得。蹴るのは本田か遠藤か。本田が左足を振り抜きます。強烈なシュートでペルーゴールを脅かします。一気に勝負に出る日本。22分、インテルでレギュラーを獲得しつつある長友を投入。すると38分、その長友がボールを奪いドリブル突破。そして長友のパスを受けた本田、体勢を崩されながらミドルシュート。今シーズン共に国内カップ戦を制した2人からチャンスが生まれます。しかしなかなかゴールを奪えずにいるとペルーの反撃を受ける日本。次々とピンチを迎えますが、川島がことごとくセーブします。そして試合終了間際フリーキックを獲得。しかし遠藤のボールは左へ外れ無得点。日本ホームでスコアレスドローに終わりました。